皆さんこんこにちは命を守る参議院議院員の川田隆平です昨日はこの特に私が力を入れている本当にこの自分自身が薬害の被害者として薬を使わなくても医療がより良くなるようにということでその薬を使わなくてもというよりもその薬は本来は病気を治すためのものですけれども その薬でもって命が奪われる薬害というこの事件が繰り返されてきたこの日本の社会を変えたいという思いで自分は国会議員になって薬害のない社会にするために医療をより充実させていくということをしていきたいという思いで医療制度そして医療の仕組みそういったことをしっかりより良くしていくための法律や整備そういったものをしていきたいと思って 制度をを作るとといいうことを一生懸命やっていきました。で特にこれまで知見ですとか臨床試験ですとかそういったその知見や臨床試験に関わる臨床研究そういったところをですねやっぱしっかりと今まで不正も多かったわけですのでそういったところをしっかりと不正が起きないようにというようなことで法律を作っていこうということでやってきましたし。 それからいかにその国民皆保険制度これを守っていくのかということのためにもいろいろとこの考えながら法案などを作成をしたりそしてそういった国民皆保険制度を守るための施策をぜひしていきたいというふうに思って今も続けています。そしてそういったその医療をより良くしていくためには実はこの医療にかからなくても良くなる人 特にこの病気は予防できるものについては予防していくっていう考え方でこの薬や医療を必要な人に必要なものが行き渡るようにするためにはできるだけ病気にならないようにすることが大事だという予防の観点から予防医療ですとか予防ということから私はこの特に食べ物や食栄養といったところからこの私たちの健康というのを考えられないかということで 栄養面特に分子整合栄養医学ですとかそしてその有機の野菜特に無農薬その農薬を使った食品っていうのがですね非常にその保存量とかいろんな添加物とかもありますけれどもそういうこの自分たちの体にやっぱりこの影響を与えるそういったその化学物質やさまざまな私たちが普段何気なく食べているものの中に含まれているもの こういったものが実は発がん性であったりそれから生活習慣病であったりそういったさまざまなこの中毒性があるものが私たちの体に影響を与えていたりとかそういったものをこのいかに自分たちが安心して安全に健康に生活をするために必要な食べ物食料そういったものをしっかり確保できるようにしていこうということで農業農林水産業に関心を持って この問題にもこの医療という観点からもずっと取り組んできました。そして今回ようやくこの種特にその命の源でもありますこの種の種子法これをですねしっかりと整備をし直していかなければいけないこの種子法廃止そして種苗法の改改正というよりも改悪ですねほんとそういったあの私たちの何気なく 今まで当たり前だと思っていたものが種の問題というのがどん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 一部の人の利益のための種になってしまっていて本来この私たちが農民の人たちや農家の人たちが当たり前に使っていたこの種のそういったその公的な部門で作っていた種の部分がどんどん浸食されて民間に譲り渡すというようなことになってしまっていて。 で本当にこの種がですね私たちが選ぶこともできないような状況になってしまうということは何とか避けなければいけないという思いで、この在来種の保全、そして在来種の農作物の保全、そしてさらにはそういったものをしっかり利活用できるような、そういった制度を作りたいと思って、ローカルフード法案のこの法案を、ようやくこの提出の目前のところまで来ました。 でまあ明日え9日ですね、ようやくその農林水産部会の方でで、この法案登録のために、この提案をさせていただくというところまで持ってきたんですが、まあ、今、本当にこの問題と同時に、ですね今、このコロナウイルスの問題も、非常に大きな関心を皆さん持っていて、特にコロナウイルスのこのワクチンですね、でこのワクチンのやっぱ副反応、 これ先日もあの動画であのお伝えいたしましたけれども特に亡くなった人とか副反応被害を受けたその亡くなった人のまあ救済というのが全くできていないとさらにはこれからです、ね、この子どもたちへのコロナワクチンの接種が始まるということについてこの5歳から11歳の子どもを抱えるお母さんたちや親御さんたちから非常にその不安の声 そしてぜひ、まあ、のの努力義務は外してほしいとか、まあ、努力義務を外したとしても、まあ、今 HPV ワクチンで行われているような積極干渉接種干渉の干渉というのが行われるとです、ね、やっぱりその、まあ、打たなきゃいけないんじゃないかということでこの自主的な判断そして任意で要するに自分で打ちたい人が打つということよりも もっと強い強制が働くんではないかということからやっぱり非常にお母さんたちからもそれから親御さんそれから医師などもですね非常にこの警戒をしている方たちもいますそういう意味で本当にこの子どもたちに対する副反応や副作用の被害こういったものをいかに防いでいくのかそして更に言えばその子どもたちに積極的に打つことが果たして本当に正しいのかどうか。 そういったことをやっぱしっかりと検証する検証しようもないところもあるんですけれども本当に子どもたちにはできれば打たせたくないという親御さんたちの気持ちに立って私もです、ね、本当に子どもが自分で判断できるようになるというのは本当に非常にその特に5歳児とかです、ね、6歳児とかあの本当にその子どもにとっては、まあ、注射打ちたくないよというのは当然の反応かなと思いますけれども。 まあそれをですねやっぱりその子どもたちに打たせる、打つかどうかを自己判断、自主,自主的に決めるというのもやっぱり非常に難しいですし、まあ、本当にそのある程度、ですねやっぱり一定程度やっぱこれは打つか打たないかということを、まあ、どこかの時点で親も含めてですねやっぱり判断を示していかなければいけない時にあるというふうに思います。でただ本当にそこがですねやっぱり今 親の判断に任せますということになっていく可能性が高くさらにはこの今の状況からするとですねやっぱりその特にスポーツをやっているグループでそのチームでやっている競技などですとそのチーム全体のこのワクチンを打っているかどうかによって試合に参加できるかとか合宿に参加できるかとか そういったことも関係してくるということで特にスポーツをやっていて健康であの、まあ、特に WHO の方ではその基礎疾患があったりとかそういうリスクグループの人たちが打つことについては勧めてますけれどもそれ以外の子どもたちにとっては今重症化のリスクがないほとんどないと言われているオミクロン株でそして子どもたちは重症化していないそういった状況の中で 子どもたちにワクチンをこのリスクのあるワクチンを打たせることが果たして意味のあることなのかと特に中長期的にはです、ね、やっぱ本当にそういう意味ではやっぱりこのワクチンの問題というのは未だやっぱだ分かっていないところも多いですのでそういったこのワクチンを子どもたちに打たせるかどうかというのはやっぱ親の判断に任せるというのも非常にこれは難しい判断になるというふうに思います。 え本当にそのまあ私たちの本当に子どもたちをどうやって守っていくのかということをやっぱ考えたときにやっぱりある程度ですねやっぱり本当にこの副反応被害まあそういった現状やそういったことからやっぱりこう考えなければいけないところにあるというふうに思っていますで副反応被害や今この副反応のやっぱりこの亡くなっている人なんかも見ているとですねやっぱ本当に今もあのそういった副反応によって 亡くなっているまあワクチンによって亡くなっているっていうことを認めている人を一人も政府が認めていないっていうことがちょっと違和感があると思いますし、やっぱりそういった問題についてですね、やっぱりしっかりとここははっきり言う必要があるのかなというふうに思っています。で、まあ本当にこれ党の方針というよりも私個人のまあ判断としては、やっぱりある程度やっぱ子どもたちにはあの、まあ、本当に正直なところ あまり打たせたせくないというのが気持ちですでそれはもう本当に正直なところはやっぱり今現時点で子どもたちにそこまで重症化のリスクがないそしてこのコロナのワクチンは感染予防効果という意味ではやっぱりこのオミクロンについてはほとんど打っても打たなくても変わらないというところの中で重症化予防ということでこのワクチンは打っているわけですので。 本当にそういう意味で、やっぱりこのワクチンによって、ワクチンのプログラムも今やってませんし、本当にワクチンということを打ってるからといって、感染するかしないかさせないかっていうことよりも、本当にこの、本当に子どもたちにとっての健康をまず考えたときに、やっぱりそこは、やっぱりこのワクチンの接種っていうのは、できれば控えた方がいいんではないかというふうに私は思います。そそうういう意味でやっぱりそれは自自分自身が役割の 被害者当事者としてやっぱ体験してきたからこそ言えることなのかもしれません。やっぱそういう意味でやっぱり自分の判断というものをやっぱりしっかりと持つことが大事だと思います。その中でそれでもやっぱりどうしてもやっぱ打ちたいんだという人は打つことができますしそれはやっぱりそ,のそこの打たないことが悪いというような状況にはできればしたくないというふうに思っております。そういうい意味でやっぱりぜひあの積極的な 干渉でもなく努力義務でもなくやっぱそうしたそのワクチンを打てる人が打ちたい人が打てるという状況を何とか作り出せるようにこれからまあ党内それから政府に対しても働きかけ日本政府のそして方針にも影響を与えられるようにと思ってこうした発言をしていきたいと思っています。本当に子たたちのことを考えたら やっぱり今重症化をそれほどする子どもたちに影響を与える、まあ、あのオミクロンではないという状況の中でやっぱり今このワクチンを子どもたちに打つよりもそこはもう本当に子どもたちと、えー、まあ確かにその高齢の方たちのところを少しちょっと距離を置くことは必要かもしれませんけれども子どもたちをそこでワクチンを打ってまでっていうところには 行かないいいいかかななではとううふうに思いますそれぐらいやっぱりまだ分かっていないところがありますのでぜひそういった意味でやっぱり子どもへのワクチンというのは慎重に扱っていかなきゃいけないという立場でぜひこれから党内それから政府に対しても個人的にはこれ働きかけをしっかり行っていきたいと思っていますそういった声を皆さんからいただいておりますのでここでしっかりと私の意見としてはここでしっかり表明させていただきました。 本当にここはもう子どもたちにとっての必要なことは何かということをやっぱりぜひ考えて行動すること、これをしっかり私もしていきたいと思っております。今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございます。